マーサさん、無事でいてくれよ。マーサさん。なんだこのババア、ガキをはらんでやがる。めんどくせえ、まとめてぶっ殺してやる。やめてください。おい見ろよ、こいつダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前、ダルクス人だったのか。道理で油くせえ家だと思ったぜ。ババアに油くせえダルクス人に、ここは豚小屋かってんだよ。この家で勝手な真似は許しません。今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ、ガキが扱える代物じゃねえ。リサラ！なんだてめえは！やろう！ダルクスのメス豚が。リサラ！私は大丈夫です。でもマーサさんが。マーサさん、いけない、陣痛が始まってる。動かすのは危険です。と言ってもここで寝かせておくわけにはいかないよ。かなりの数の帝国兵が町に侵入してきている。風車塔広場が制圧されるのは時間の問題だ。兄さん、庭の納屋に行きましょう。納屋に？父さんたちが残してくれたものが私たちを助けてくれるはずです。わお、次見ていきましょう。こちらね、おほほ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 、こんなもんあったのか。えらく本格的なものだ。父さんが乗っていた父テーマーが将軍のために1両だけ製造したエーデルワイス号です。だけどこの戦車は10年以上も動かしていないはずじゃ。大丈夫です、いつでも動かせるように整備してあります。私が軍事教練で整備を専攻していたのは父のような技師になりたかったからです。整備ってイサラが一人でやったのかい？基本部分はほとんど手を加えていません。エンジンに新型のタービンを搭載して出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較しても水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか。兄さんは機構訓練コースを選択していましたね。ああ、高校の時一応ね。マーサさんを連れてきてください。戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。戦車は私が運転します。兄さんは指示をお願いします。イサラ、発進の準備はいいか？エンジン始動。エーデルワイス号、発進準備整いました。アリシアたちが住民を逃がすためにまだ交戦中かもしれない。風車塔広場を抜けてアリシアと合流してから町を脱出しよう。エーデルワイス号、発進。有能すぎる妹だね。こんな妹どのゲームにもいないよ、なかなか。さてこちら見ていきましょう。次、作戦内容を伝えます。お、来たね、戦いになるか。
敵は戦車中心とした部隊構成で広場から大通りへと進行を、進めつつあります。町の脱出の趣味を守るため何としても大通りの門を出せねばなりません。守る系か。敵は門を撃破するため前進してくると予測されます。戦車もその中にいるはずです。この戦闘の目的は門を守りつつ、敵戦車を撃破することになります。そんなんできんのか。あなたの戦車はエーデルワイス号の火力でなければ、敵戦車を撃破することはほぼ不可能です。マジで。あ、そうなんだ。戦場に合流するまで自警団で、歩兵ユニットで、なんとか門を防衛しましょう。無理だろう。あなたが戦場に合流するまでは自警団だけでなんとか持ちこたえてください。最初いないってこと。お、来たね。勝利条件、敵戦車の撃破。敗北条件は、ブルール正門の破壊、ウェルキンの死亡、アリシアの死亡、20ターン経過によりアウトだね。それでは作戦を開始します。みんなここで帝国軍を食い止めるのよ。戦車は破壊できないんだろ。これは、この門を破られたら避難中の町の人たち、そうだよね、大きな犠牲が出るでしょ。門破られてもアウトなんだよな。これより我が自警団はこの門を死守します。絶対にこの門は破壊させません。じゃあ戦車どこいるんだ。これ持ちこたえるってお前厳しすぎるだろ。あ、いるねこれ戦車。だからもうこの辺にいる突撃兵からまず倒していこうかな。じゃあブルール自警団、まずこいつからだ。よっしゃ行こう。ゴー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 。もうこっから撃つだけでもいいんじゃないの。ね、遠いけど当たるかな。これちょっとエイム難しいよ。ヘッドショット行きたいけどね、まあ無理だろう。よっしゃ行こう。あー間違った。はい行こう。よし、あ、当たった。ほとんど当たってないね。失敗したね。これバカだね俺。あーオーマイガーオーマイガーオーマイガー。とりあえずお前はもうここで終われバカ野郎。近く行かない、全然ダメージ食らわねえわ。手榴弾投げようか。じゃあこれ手榴弾結構近づかないとダメだぞ。で手榴弾切り替えて、これ投げるよ。この辺投げればいいんじゃないかな。あの後ろいるやつ倒してんだよな。これ届くの、届いてくれるの。はい行こう、行け。なんだこれは、手榴弾じゃない、ラグナイド。わお、使うの間違った。オーマイガー、ダメ、あれ手榴弾じゃないじゃん。わお、もうこいつ終わるしかないよ、ここで。終わって、あ、終わり。手榴弾はなんかラグナイドっていう意味不明なもん使ったよ。手榴弾どうしたんだよ。アリシア行こう。手榴弾誰持ってんの。四角で切り替え、あ、これだ、アリシアが持ってんだ。全員が持ってるわけじゃないんだね。さあ行こう。うわ、ダメだ、全然届かないわ。もっと近づかないとダメだね。もっと近づけねえだろ、これ。もう攻撃するしかない。でも後ろ隠れてるから全然ダメージ食らわないと思うけどね。うわ、これどうすんだ。これあかんねえ。あ、裏から行けばよかったのかもしれない。こっちから行けるね。ちょっと待って。裏から行こう。ゴー。めっちゃダメージ食らってるし。えぐいな。こっち。失敗した。あ、こっちから行けばよかったんだ。ノー。で、はい、四角ボタンで。はい、ポン。あ、何してんの。申し訳ない。クソみたいなボンミスを犯してしまったね。よし、これで投げる。当たって。ほい、ゴー。イエース、ナイス。めっちゃ生きてる。ピンピンに生きてるね。嘘でしょ。わあ、あ、ここで終わるしかない。嘘なの？絶対あかんわ。こんなとこで終えたらアリシア絶対死ぬわ。オーマイガー。やべえな。ちょっとアリシア移動しよう。こんなとこいたらあかんわ。死ぬ。行動開始します。どっから撃ってきてんの？どこにいんの？よくわかんねえ。とりあえず後ろ行こう。ここ隠れよう、ここ。あ、ののよし。ここしゃがんで。はい、オッケー。このターン終わりでいいね。あれいつ来るんだ、戦車はね。フェーズ終了だよ。これむずすぎないか。やばい、相手のターン来たよ。絶対ここは守らないとダメだもんね。いや、もう戦車全然食らってないわ。見て。全然食らってない。これ、いけるか？もういきなりゴリ押ししてきてんだけど。なにすごい勢いでこっち来てるけど。わお、ダメ！これ戦車どうしようもないよね。じゃあ殺せ。じゃあ大丈夫。後ろ隠れてるからね。ダメージは食らわない。やり返せ。あいつ思いっきり出てるからな。倒せ。ああ、それで倒してほしかったわ。
いつ来んのよ。よし、いいぞ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 、ナイス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 。めっちゃ近づいてきてるけど、よしナイス倒した。いいね、素晴らしい。バカだろこいつ。ゴリ押ししてくるっていうね。ゴリ押しでいけるほど世の中甘かねえんだよ。あ、めっちゃ近くに来る。え、裏取られたんだけど。いや、そんな距離から撃たれたら確実に死ぬ。え、何してんの何してんの何してんの、バカじゃねえの。撃ちすぎだろお前。限度っていうものがあるだろ。まずいな、こいつ完全に裏取ってるよ。こいつ倒さないとまずいわ。まだ相手のターンかい。撃て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 、倒せ倒せ倒せ。あー、また裏取れた。やばい、こいつやられた。オーマイガーオーマイガー、イエスナイス倒した。ほうほうほう、バカ野郎、ゴリ押してくんじゃねえ。早く来い、いつあの戦車来るんだ。よっしゃ、こっちのターン来たよ。ね、これどうしよう、誰操作しようかな。今これ近くにいるやつから倒したいから、ちょっとアリシアで行こうか。戦車近くいるか危険だなこれ。戦車ってグレネード効くよな。はい、や、行動開始します。とりあえずとりあえずあいつ倒すわ。はい、行こう。わあ、倒しきれねえのかい、嘘だろ。わわわわわわわ、ノノノノノノノ、もう終わって、行動終了。しゃがんで終わればよかった。いや、これ近くのやつから始めたら多分やられるからな。アリシアでもう一回行こう。戦車近くいるから危険だ。戦車の近く寄れない。ヘッドショットヘッドショットヘッドショット、当たるか。よし、行こう。よし、ナイスヘッドショット、素晴らしい。2回連続で当たったぞ。うん、そらうんって言うわな。素晴らしいよアリシア。 OK、 行動終了。ほんで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 、こいつだな、こいつ倒そう。体力はどれくらい、あ、すぐ倒せるね。よっしゃ、ブルール自警団で行こうか。おらおらおら、直接殺しに行ってもいいんだぞ。もう撃とうか、こっから。死んでくれたらいいんだが、体力が少ないからね。イエース、ナイスヒット、これもヘッドショット、素晴らしいね。ほいでほいでほいで、これはもう終わるしかないでしょ。これ どうすんだ、戦車も近く来てるしな。とりあえずあれ、グレネード投げてみようか。私の出番ね。あ、でもアリシアやられたらまずいよな。こっち回復、あの、まあ、ちょっとグレネード投げてみるわ。どれくらい食らうの。うん、届いてないね、バカだね。うん、ダメだこら。届いて、そもそも届いてねえし。フェーズ終了ですわ。2ターン目が終わったよ。うわー、やばいぞこれ、戦車で一気に来るんだろ。うわー、やばい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 、あと1010しか体力ないよ。1100ね。門が壊れ始めてる。そりゃ壊れるでしょ、どうしようもないんだから。来たよ相手。あ、こいつ回復しとけばよかった、失敗した。めっちゃ近く来てるし。あー、まずい、この距離だと死ぬぞ。あー、ダメだ、やられた。お前がダメー、兵士やられちゃった。ごめんね、死んじゃったよ。あれ、ゲームオーバー。お、撤退しました。あ、あいつね、一人だけね。うん、行かせね行かせね行かせね、どこ行ってんだあいつ。もう直接行ってるし、腹立つ野郎だな。やばいぞ、ザザザザザザザ、なんか来てるなんか来てる。え、なんなのなんなのなんなの、恐ろしい。あー、まずい、だいぶ近くに来てるな。バカだなこいつ、普通に出てるよ。死んでまえハゲ。何しに来たの、遠くから来てくれてありがとう。死にに来たんだね。相手のターン終わりだ。よし、こっちのターン来た。プレイヤーヒューズ、あ、ウェルキン到着、ようやくだ。で、こっちも戦車使えるようになったってこと。イエス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 、来た来た来た、エーデルワイス号ついに来たよ。ここから始まるんかい。出撃する、そりゃそうですよ兄さん。うん、破れそうです。おう、大通りまで近づく。そうなんだね、戦車だとそこの壁突き破れるんだ。あ、わかった、アリシア無事でいてくれ。よっしゃ行こうよ、ウィーン。でもこれだいぶアクションゲージ使うな。敵発見、早く行って早く行って早く行って、戦車のとこまで行きたいのよ。戦車だ、ガリアの戦車が出てきたぞ。出てきたよ、こんにちはですよ。アリシア、待たせてすまなかった。ウェルキン、その戦車は？説明は後だ、今は敵を食い止めよう。そうだよね、早くしないと破壊されるもん。兄さん、敵戦車を確認しました。対戦車戦闘用意。
鉄鋼弾装填完了。 OK、 よし、敵戦車を撃破するぞ。撃破しようよ。ただこれアクションゲージいけるか。うわ、戦車見えるとこまで行けたらいいんだが、攻撃できるんだが、うわ、ここで止まった、最悪。よっしゃ、ぶっ殺していこうよ、こいつ。オッケー、行くぜ。おほほ、強すぎる、さすがだね。よっしゃ、このターンもう終わるしかないね。ほんで、後で戦車のとこ行こう。ほんで、巻いた CP2 つ使って。という戦車の見えるとこまで行かないと。ゴー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 。あ、だいぶ近づいてきた。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、来たぞ、来たぞ、来たぞ。ここで撃ったろうやないけ。シャウト、ウト、ウト、鉄鋼弾をね。この部分がおそらく弱点だと思うんでね、鉄鋼撃ちますよ。行くぜ。はい、おお、いいね。一気に500くらいのダメージ与えたんじゃない。でこれで終わりで OK、 レッツゴー。でアリシア、アリシア、アリシア、アリシアじゃねえ、自警団で行くか。こっちに敵いるからな、こいつ倒さないと。うわ、すごいマシンガンで撃ってくるねこいつ。はい、ゴー。ダメだ、全然食らわねえ。さあ行く。うわ、いか、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、オーマイガー、自警団焼いた。アウチ、ダメ。アウチ、ダメ、オーマイガー。すまんな。行くべきではなかった。相手マシンガン使ってるから強いよな、そら。ずるいわ。はい、フェーズ終了。相手のターン来たよ。これ戦車どうなんの？もう破壊することだけを目標に来んの？それとも、こっちに攻撃してくんの？あ、やっぱ相手の方行ったね。こっちの戦車来たよ。大丈夫。硬い硬い硬い。こっちの方が頑丈に硬い。全然食らわねえ。ザッザッザッ、後ろからなんか来たよ。アリシア頼むよ。お前がアリシアやったらゲームオーバーだからね。早く戦車したい、破壊したい、早くしないと。え、なんで全然当たらねえの。ナイスヘイト、ちょっとうまいね。危ねえ、ほとんど外したのかなと思ったわ。はっ、またなんか来てるよ、奥から。何来てんの、何来てんの、また来てるし、こっちバカだろ。もう死ぬぜ。 HP4 で残るなよ、腹立つ HP だな。4で残るかね。よっしゃ、 OK、 ナイス、倒した、よかったよかった。敵のあの、もう門のとこに来てるやつ操作してくるのかなと思ったら、そうじゃなかったね。バカだろ、こいつら。門、ここ、こいつ、こいつ、左下にいるやつね。これがやられたらまずかったよ。さて、行こうよ。もう戦車破壊することだけを目標ね。一発、鉄鋼弾500食らうことは分かったから。これ近くで撃てばなおさら食らうのかな。この部分に言ったろうやないけ。ゴー。レッツゴー。イエス、破壊したよ、なんか。イエス、下のゲージは減らした。で、まあ、もうほとんど動くことなく、これで終わりに OK でしょう。ほんで、もう一回使って。よし、行くぞ。ほんで、もう一発撃ったろうけ。撃ったろうけ？撃ったろうけ？ゴー！レッツゴー！破壊成功！ありがとうございます！ほう！ナイス！もう怖いものは何もない！イエス！終わった？コンプリート。ありがとう。よし！敵戦車を撃破した！ああ、難しい戦いだった！やった！すごい、オメルキー！敵部隊が一旦引いていくな。これで少し時間が稼げそうだ。兄さん、このタイミングで。すげえタイミングだな。え、戦車の中で生まれちゃったのか。はい、幸いマーザさんの赤ちゃんも無事です。そうか、よかった。よし、敵を警戒しつつ郊外に脱出しよう。こんなことあるんだね。はい、難しいエピソードだったよ、これは。戦車は焦るね。使う方も、相手が使っててもね。はい、このエピソード見ていこう。帝国軍の奇襲を受けたブルールは襲撃からわずか2時間足らずで制圧された。帝国にとっては一局面でしかなかったこの戦いこそが、後にガリアの英雄と称えられるウェルキンの初めての戦いとなった。戦争が始まってこうなる覚悟はしていたつもりだった。でもね、自分の生まれ育った町が壊されて、たくさんの人たちが一瞬で死んでしまった。こんなことが起きるなんて今でも信じられない。
気ままに生きているように見える鳥や虫たちも自分の縄張りを持っているんだ。そしてその縄張りを守るために命がけで戦う習性がある。人間も生き物である以上、その宿命からは逃れられないのかもしれない。でも生き物たちは争い合ってるように見えて、種族を超えて共存していることもあるんだ。共存？うん。僕はその共存の仕組みを知りたいんだ。それを知るために自然科学を学んでいる。その仕組みが分かれば人間の暮らしに生かせるような気がするんだ。そしていつか教師になれた時、子供たちにそれを教えていくことができたら、争い自体をなくすことができなくても、共に手を取り合って生きていけると思う。メルキ兄さん、マーサさんが眠りについたので赤ちゃんを預かってきました。わあ、かわいい。アリシアが言っていたように、戦争の中でも生まれてくる命があるんだね。ほら、お前のふるさとだよ。きっとここに帰ってこようね。ああ、いつの日か、きっと。はい、これで第2章は終わりになりますね。次回は第3章というわけで、今回はじゃあこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。